STL 形式のスタンフォードバニーブレンダーでレンダリングされたスタンフォードバニーの画像、スタンフォードバニーもしくはスタンフォードウサギとは1994年にスタンフォード大学のグレッグ・タークとマークリー・ボイによって開発されたコンピューターグラフィックス用の試験用モデルである。このモデルはウサギの陶器の置物を3次元スキャナーで読み込んで 生成された69,451個の三角形要素によって表現されている。この幾何学的複雑さと三角形要素の数から近年ではこのモデルは単純なモデルであるとみなされており、様々な三次元グラフィックデータに対するアルゴリズムを試験するのに使用されている。一方、三次元スキャナーにより読み込まれたデータである。 ことに起因するいくつかの問題も存在する。その問題は、スキャナーそのものの機能限界によるものや、対象物が空洞であるために起こる穴が、データに含まれていることである。このような問題はあるものの、このウサギのモデルによって、ベンチマークされたアルゴリズムは、より実用的な問題に対しても対応できるものになっている。このモデルはもともと、 プライ形式で4つの異なる解像度によって提供されていたもので69,451は最も解像度の高いもののポリゴン数である。ありがとうございます。